皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回なんですけれども、サムネイルにもあると思いますが、今回ですね、まあ、実装されております、発信のサスケですね。まあ、伝説版というところが、まあ、解放されたキャラにはなってるんですけれども、まあ、今回、ちょっと前に動画出させていただいておりますが、まあ、自分の方はね、残念ながら、ゲットできなかったんですが、まあ、関東としては猛者がいると。はい。というところで、今回は、まあ、ナルコレのトッププレイヤーの、一人で、あります。ベプさんですね。その方と、自分ね、仲良くさせていただいてるんですけれども、その方が関東としたと。すごいね。はい。というところで、ちょっとね、その、連合戦で、はい、その貫突のサスケを使った、動画を、まあ、提供いただけるという、本当ありがたい、話が、いただきまして。で、今回は、その動画をですね、自分が後付けで、話しながら、この後ですね、動画をくっつけて、やりたいなと思っておりますので、ちょっとね、はい、見ていきたいなと。思いますので、じゃあ早速ね、そっちの動画に行ってみたいなと思います。はい、というところで、連合戦ね、一戦ちょっと取っていただいてますんで、こちらの方をちょっとね、見ていこうかなと思います。というところで、この発信のサスケ、まあこんな感じですよというところなんですけれども、センターアビリティの方はまだ解放してないものの、多分ステータスの方は開いてるんかな。およびその伝説版の方は開いてるんかなと思うんですけれども、こんな感じ。もうエグいヒットポイントよね。このサスケが落ちるビジョンというか、その、あれが見えないよね。まあ、ちょっときついんじゃないのかな。昇級試験とか出てきたらね。はい、というところで、ちょっとね、見ていかせていただきましょう。ベプさんの方の編成も相変わらずかなりエグい編成になってるわけなんですけども、相手側の編成も割と強い編成かなというところで、まずは初手、サスケ打っていくという感じなんですけども、どんな感じの火力なのかな。はい。ほぼほぼワンパンやな、これ。この神の、まあ、イズナもかなり強いキャラかなと思うんですけども、どうやらこのイズナちゃんが霞んで見えると。ということで。まあ、当然相性もあると思うんですけど、結構火力という意味では申し分ない。そして耐久面、先の方、HP も見ていただいたと思うんですけど、まあ、耐久面もあるというようなところで、まあ、攻防、もう、申し分ないよね。で、ここで最後ね、サスケが、スキルを打って、まあ、おそらくはとどめをさせていくんだろうというところにはなってくるんですが、はい。強いよね。まあ、っていうような感じで、まあ、後でちょっと喋っていきましょうか。はい。いかがだったでしょうか。まあ、どう言ったらいいのかな。かなり、その相手の相性っていうのももしかしたらあるのかもしれないですけど、もうほんま、ぶっ壊れてるよね。最初にステータスですね。画面ちょっとね、見せていただいておりましたけれども、ほんとね、ステータスぶっ壊れておる。HP の高さっていうところで言うと、まあ、昇級で出てきた時にどうしようかなというような、まあ、レベルにはなってるんじゃないのかなと、思わざるを得ないんですけれども、今回ね、そういった形で、提供いただいた中で、やっぱりちょっと見させてもらって思ったことは、まあ、火力もね、やっぱり、でかいし、強いんですけど、まあ、そこよりも火力もさることながら、やっぱり耐久面ですよね、HP を含めた。耐久面が今回このサスケに関してはやっぱり、高いのかなというような自分の個人的な印象なんですけれども、皆さんもどんな感じですかね。まあ、ガチャガチャね、結構引き張って、まあ、貫突を、まあ、目指しておられる方、まあ、中にはいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その道中中、ちょっとね、どんな感じかっていうのが、今回のこの動画を見ていただいた中で、判断少しね、いただければ、幸いかなと思って、このような動画を作らさせていただいたんですけれども、
ねえ。もう羨ましいというか、もうほんまもう自分にはもう到底手の届かないところの領域の話なんで、もうなんかそういう次元を超えちゃってるんですけど、やっぱりね、今後はですね、まあ、前に出た紙の、まあ、ナルトとかも、今ちょっとね、伝説版が解放されて、解放できるような状態になってるんですけども、そのナルトに関しては、まあ、所持してる、プレイヤーっていうのは、割と多い、まあ、っていうか、その、配布でもらってるんで、母体は必ず全員持ってると思うんですけど、まあ、そっからですよね。うん。そっから伝説版の解放っていうところになってくると、やっぱり、かぶりの、うん、まあ、同じ同キャラが必要にはなってくるというような形になってるんで、貫突までの道のりは、まあ、まだまだ長いんですけれども、まあ、その辺も、ね、踏まえてね、やっぱりこういった、モデルがあれば、どんな感じになっていくのかなというような、ところが、うすうすと、まあ、見えてくるとは思うんで、うん、参考になればなと思います。はい。で、いうところで、今回の動画はですね、まあ、ベクさんの協力のもと、このような動画を出させていただいたんですけども、まあ、最後になりましたけれども、まあ、本当に、ベクさんありがとうございました。もう、自分にはね、できないゲートなんで、もう感謝しかないんですけれども、うん、まだ今後ともよろしくお願いしますというところで、今回の動画はここでお開きとさせていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。